カナダのケベック旧市街は北アメリカでも最も歴史的な地区の一つでありフランス植民地時代からの美しい建物や景観が残っています旧市街はユネスコの世界遺産に登録されておりその魅力的な景観や建物文化的な背景から多くの観光客に人気があります旧市街には フランス植民地時代の建物が多く残っており、その中でも最も有名なのはシャトー・フロンテナック、シャトー・フロンテナックです。この美しい城は、ホテルとして使用されており、ケベック市内の象徴的な建物の一つとなっています。また、旧市街には、多くの美術館や博物館、教会、公園があり、 歴史的的なな散策や文化的な体験を楽しむことができますペトリ通りやパラディ通りなど美しい歴史的建造物が並ぶ通りを散策するのもおすすめです旧市街にはフランスの文化や食文化が根付いており多くのレストランやカフェで美味しいフランス料理やケベック地方の郷土料理を味わうことができます ケベック旧市街は北アメリカで唯一の完全な城壁都市であり、歴史的な価値が高い建物や景観が残っていることから、世界中から多くの観光客が訪れる素晴らしい観光地の一つです。